東京徳島8番近藤直元がマークです。地元四国三社8番手には9番友永龍介。友永初日は先行を見せましたが粘れませんでした。東京3番井山和弘がマークで山口の2人。細かく4つに分かれて後続の選手はまだ仕掛け見られません。このままバックへ向かって金を迎えそうな感じですが、2番の藤縄先頭で打賞。さあ打賞と同時にまず地元の1番山本健也が活発的に叩きました。5番の田村博明、そして8番の近藤ですが、これをすかさず9番友永龍介と3番井山和弘、山口勢が叩いて、さあ地元の山本3番で取れますか。今度は7番隅田幸介と6番佐々木秀幸で叩きます。入れ替わり立ち替わり。2番の藤縄仕掛けますが、4番有馬がついていけません。さあ2番の藤縄の短期まくりが決まった。少しもつれた。1番山本健也が落車。競争は8名となりました。2番7番6番5番そして8番9番交代、3番4番の展開です。かました2番藤縄先頭、2番手から落ちきそうな感じは7番隅田幸介、6番のマークの佐々木、アウトから5番車の田村博明の差し返し、その5番の田村が直線伸びたか。5番先頭で五輪、5番7番4番山下茂樹、8番地元中村秀幸の周回、変わっていません。さあここは人気の9番藤井、初日はまくれず7着と上位進出逃がしました。ここでまず能見から仕掛けます。さあここは展開上中国勢ともに動くタイプですが、能見のラインを制して9番藤井が少し突っ張る作戦のような形、3番手から2番手で金が入ります。一方2番木村もここはどうでしょう、あっさり下げました。9番1番3番人気ライン先頭、再び岡山勢、5番能見広元が叩きます。6番岡崎哲の里、4番山下茂樹、ここはしかし9番藤井は粘っていきたいところですが、6番の岡崎が離れて、さあ一旦内から救う作戦で再び先頭に上がっていきます。9番藤井、能見も叩けません。1番の隅直行、人気ライン3番奥谷博美も3番手、今度は2番木村博美、そして7番の石山直也、四国勢、これに8番地元の中村を追走の作戦で四国勢が巻き返し上がってきます。2番手1番の隅が木村の動きを封じるか、そして7番の石山中をこじ開けるが、直線はどうでしょう。2番の木村のまくり追い込みが決まったかどうか。絶好の展開となります。9番の平坂義成、二者単の目としてはこの広島勢突き抜けの5番9番1番人気です。6番の鳥取圭一、8番組橋和隆です。8番手9番手からは立石拓也と田中博明で攻める福岡勢。さあ立石自在に立ち回っていくのでしょうか。ここはインを切って濃い飛びつきも考えられるレースかと思われますが、本格先行は不在ですが、長いラインの田口が先行を取りそうな感じですが、近畿両者も同じことが言えます。現在3番手4番手に陣取ります。3番7番2番4番1番5番9番6番8番の組橋最高峰です。さあ5番手で早めの巻き返し、長いラインを生かして難なく主導権、1番田口守の先行、5番の和田誠二、9番平坂義成、6番の鳥取圭一すんなりの展開、8番の組橋も5番手、さあ3番の立石や7番田中、あるいは2番乾や4番川西、ともに6番手以降に置かれました。マイペース掛け1番田口、人気の5番の和田誠二2番手、後ろを見る余裕があります。9番の平坂義成、そして6番の鳥取と、きれいに中国勢、後続の練習、内外切り込んできますが、さあ直線は1番、5番、外からしかし6番の鳥取圭一が、この4番手からかわしました。こう粘ったんですが3着です。この後ろマークは実力者2番の富弘明、そして4番の水本博之の中国ラインです。
一方、7番手から8番宮崎浩二、近況徐々に復調ムード、8番の宮崎、同郷3番蓮井裕樹も初日特選2着の成績、小原とワンツーを決める成績です。しかし、この8番の宮崎がやや各ラインにさばかれまして、一旦下げますが、再び発進です。6番の村上龍馬と8番の宮崎浩二の叩き合いは、宮崎浩二が出切って3番蓮井裕樹、そして5番の畝秀俊、この四国3者出切ります。一方、村上龍馬が中段キープとなりますか。1番の井上雅史が割り込んで、福岡勢が少し村上の位置を絡むような作戦に出ました。その1番、6番、中段絡んでいきます。その後ろ9番、富見も少し踏み入れていますが、ここで再び6番、村上龍馬が発進。番手からは3番、蓮井も満点まくりの格好。しかし、6番の村上龍馬がまくり切るか、その後ろ3番の蓮井裕樹、そして5番の畝秀俊、9番の柏山恭平、2番の富見、直線届くか。さあ、4コーナーから直線向かっていきます。先頭、6番、3番、外から9番迫って3人争い。1番伸びたのは9番柏山でしょうか。まず2番多田昭典、7番桶谷昭雄、4番桜井宏友、中国勢の前固め。中段に3番高木隆二、8番の時松忠志の九州、そして6番手車間を切る作戦。6番、9番の佐山宏明、1番北川文部、5番滝山稔、地元6番武智和人の周回です。2コーナーからバックへ向かって、6番手から佐山が発進を見せます。さあ、一気に主導権を取っていきます。9番、1番、そして5番、武智は追わずに後方に位置がいますが、3番の高木と8番の時松忠志が切り替えました。しかし、ペースが上がっていきます。一方、人気の2番多田昭典、7番桶谷昭雄、4番の桜井宏友は6番手あたりからの巻き返しの競争となります。1センターから2コーナー、快調に逃げる9番佐山宏明、1番の北川文部、これを中国勢がまくり返す展開。2番の多田昭典、いい回転力を見せている。さあ、北川がブロックを見せますが、ここは力でまくりきりそうな勢い。7番の桶谷も追走ですが、北川と絡んで、おっと落車。1番7番6、落車しました。大量落車。直線に入っては2番の多田が押し切って、あとは5番、9番、3番あたりを通過ですが、この後ろマークは2番の川木啓太マークで、近畿の2人です。一方、7番手には5番の山本翔です。初日は予選まくり込んで2着の成績。この後ろマークは3番高津浩二、岡山の2人です。広島6番細川貴文が最後方。展開、今のところ変わっていません。さあ、地元の1番の小原修介先頭ですが、まず先に動いたのは中国ラインです。5番山本翔、3番高津浩二、6番の細川貴文です。これをさらに8番布井大地が叩くような感じにを見せます。2番の川木啓太、近畿2社で叩きました。これで5番の山本翔のラインが難なく3番手、小原はすんなり6番手に下げて、今日はまくりの競争でしょうか。8番、2番、5番、3番、6番、1番、7番、9番、4番の展開ですが、今日も早めの巻き返しを見せます。地元の1番小原修介、さあ5番の山本の先行、あっさりまくりきる勢い。逃げているのは8番布井大地、2番川木ですが、ここは力でまくりきった。後ろマークは7番の宮本で、9番の大久保が若干踏みくれ、スイッチは2番の川木系となっていくのが、先頭は1番車の小原、そして7番の宮本良樹、四国人気のワンツーになりそう。2番の川木ですが、ここは1番小原を押し切った。1番、7番、2番です。欠場明け初戦で昨日は9着に敗れております。この後ろマークには4番松山圭介、追い込みのスピードに威力があります。さらにベテラン8番の清水博之、愛知同士でこの後ろから、チューブトリオが後ろからですので、ここは長尾が抑えてきそうな雰囲気。
また2番の峰重が中段ですが、峰重の動きも警戒。3番大西も突っ張る作戦もありそうなんですが、さあバックで金が入ります。しかし一気に1番長尾健太が叩きました。4番の松山圭介、8番清水宏行です。2番の峰重はどうでしょう。中段狙いの作戦か。4番手に上昇。これで3番大西隆明、9番阿部健二、6番藤田健二は九州後方です。最終ホーム1列棒上、1番4番8番そして2番7番5番、ここでダッシュを見せる3番大西隆明、9番の阿部健二、6番藤田健二はついていけない。九州2社で1番長尾の先行をまくり返す展開。2コーナーからバック、しかし長尾もここでペースを上げました。4番の松山がマークですが、どうやら3番大西は叩けず2番手横ですが、さばかれております。そして溜めた峰重あたりも直線伸びてくるのか。先頭は1番車の長尾、さばいた4番車の松山が捉えるか。ゴール前の争い、結果的には中勢上位独占のゴールです。ここ任せは三重の7番西村航太の時代足、自ら動ける足があります。7番西村です。そして8番の篠原忍がラインを固めて3番手を回る中部トリオ、3番7番8番の布陣です。打鐘の周回へと入っていきます。5番2番9番そして1番、4番6番加わりますか。3番7番8番の展開、まもなくバックストレッチ鐘が入っていきます。まず後方3番の伊豆谷から踏み上げました。7番西村航太、8番篠原忍、中部勢が前固め、そして1番の大石がここはまくってきますが、ここを終始追う格好、九州4番小川健人、6番の小野俊幸です。どうやらこの3人は連携で最終ホーム主導権で先頭です。一方9番佐竹が切り替えて、5番の片岡雄志、今日も候補に置かれました。さあ9番の佐竹が切り替えまして4番手、片岡今日はこの後方からこの8番手の位置からのまくりしかありませんが、2番の前反りが少し晴れ、短期のまくりですが前かかっています。1番の大石、そして4番の小川、そして6番車の小野です。1番4番6番9番3番の伊豆谷、そして7番5番とつないでいきますが、片岡届かないか。先頭1番大石を4番小川捉えて4番1番か。昨日同様同じく岡山、9番内藤敦史がマークの岡山の2人です。4番1番7番3番2番5番8番6番9番の展開です。2社ですが岡山勢が後方にいますので、先に仕掛ける雰囲気を取るかどうかです。2コーナーからバックへと向かっていきます。先頭4番日野博之、このまま突っ張る作戦もありそうなんですが、まずやはり岡山勢から仕掛けますが、主役の3番伊藤聖輝も上昇、少しかぶっていますが、さあここはうまく抑えて宇根木勉が主導権、そして4番の日野博之が少しインでテイクを取りますが、早めの仕掛けは3番の伊藤聖輝と2番の小川雄介の人気のライン、これに5番の八尋英介追走、8番の高木和人も4番手、さあこれで人気のラインできりましたが、4番日野博之、今日は後方から巻き返しの競争、2コーナーからバックに向かっていきます。懸命にまくる4番日野、長いラインをまくれるか。さあ2番手有利は2番車の人気の小川雄介、3番伊藤聖輝、その後ろもさばいて5番の八尋英介、人気のライン上位独占となってくるのか。1番車の高原切り替えますが、さあ直線は3番車の伊藤、2番の小川が詰め寄ってゴールは直線かわしたか。外から1番の高原との争い、おっとゴール後落車です。一方7番手には6番地元の掛水康則です。初日は先行自ら3着粘り込んで復調ムード、この後ろ2番の谷ヒューマー、この掛水目標に抜け出し十分です。同じく9番青井健二の作為数の伸び足も印象的です。まず四国勢から抑えて隊列少し短くなっております。8番の前田もインで抵抗を取りますが、ここは地元6番掛水康則が主導権先頭に上がっていきます。
結局前田は下げますが、今度は1番木村光輝と中段の位置争いますが、湧き水が少し流すところ、木村光輝ができります。7番の三宅慎、4番の土井沙央です。さあ湧き水は中段の位置が取れるか。しかしすかさず8番前田がかまし気味に仕掛け直してまいります。先頭1番木村の先行です。これを前田がまくり返す展開、四国勢は後方に行きますが、さあ2コーナーからバックですが、木村をまくり切ったのは8番前田よしか。1番の木村まくれました。今度は地元の6番の湧き水も仕掛けてきますが、まくれるかどうか。8番3番5番といった九州、そして1番7番6番2番9番で懸命に攻めてきますが、さあ直線に向かって8番の番手から3番の中村清、5番の坂本、2番1番こじ開けどうか。外から1番の木村が巻き返しての2着優勢に見えますが、岡山の再起目標に西田の抜け出しも展開次第十分です。同じく広島の3番大瀬戸純一郎、直線の伸び足に威力があります。中国ラインが後方からの立ち回り、前から8番戸田光平、7番近藤誠二、6番久米亮、中段1番松川隆弘、2番山中隆夫、5番木村隆弘、後方4番佐伯亮介、9番西田正史、3番大瀬戸純一郎です。その4番佐伯を先頭に7番手から踏みますが、主役松川も中段から合わせて発進ですが、ここは強引に4番佐伯が主導権を取ります。そして9番西田、3番の大須藤、松川中段キープですが、一旦引きました8番の戸田光平、果敢な巻き返し、しかし同郷7番近藤が離れてしまった。短期のかましの8番の戸田ですが、先頭まで上がっていけるかどうか。また松川も勝負どころ後方に行きました。結局4番佐伯の主導権、西田がガード、8番の戸田光平2番手後でいっぱいか。さあ2コーナーからバック、ここで人気の主役の松川豪快にまくってきます。山中が少し内に入っていったんですが、ここは力でねじ伏せるか。逃げる4番車の佐伯、サイド9番の西田ブロック、そして山中追走で、さあ直線に入ってはこの主役勢抜け出した。先頭は1番の松川、詰め寄る地元の2番山中隆夫、両者の首位争いです。